わいよ皆さんこんにちは、アジです。本日なんですけど、まあ天白が解任された経緯とアモリムが就任することになった経緯を話していこうかなと思います。参考にした記事はアスレティックのこの記事とこの記事ということになっており、まあ一応アスレティックの報道とはいえ全てが真実というわけではないでしょうから、ゴシップという感覚で楽しんでくれたらなって感じです。まあそもそもね、こんなこと言っちゃもう身も蓋もないけど、メディアが報じることなんてね、多分全体の一部にしか過ぎないから、アスレティックだろうが BBCだろうがガーディアンだろうが全部ね事実なんですかっていうと、そういうわけでもないと思いますが、まあ基本的にね、ギアが高いもの、まあ情報源として、まあ割と有力そうなものを厳選して扱っていくチャンネルですので、その辺の方はご了承ください。まあとりあえずね、天白が解任されたということですから、まあ天白が解任されるまでの流れを、まあ今回の動画で振り返っていき、でアモリムがね、なんで選ばれることになったのか、まあみんなね、結構夏の時点でアモリム選ばれなかったのに、なんで今アモリムが選ばれたのかとか、まあそれについて話していくよという感じでございます。ちなみに今回の動画ではね、アモリムの特徴についてめちゃめちゃ詳しく調べてバッてやる動画ではなく、あくまでも天白が解任された経緯とアモリムの就任が決まった経緯のみということですので、アモリムの特徴を踏まえてユナイテッドの選手はどうなるのか、そして我々ユナイテッドはどういうサッカーが見れるのかみたいな動画はまた別で作ろうと思ってます。まあとりあえずね、楽しく気を抜いて裏話の方結構面白かったですから、そっちの方を見て、まあ天白に何があったのか、そしてアモリムがなぜ選ばれたのかを理解して、まあ僕からのサッカーのライフを楽しくやっていけたらいいんじゃないかなと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。まず皆さんに思い出してほしいのが、まあ重要だと言われていたビラ戦、ポルト戦が終わった後の10月8日に行われたロンドンでの会議を思い出してほしいです。あの会議の前にアストンビラ戦とポルト戦があって、両方ともドローだったから、まあ俺たちユナイテッドサポーター、まあほとんどの欧州サッカーヘッズたちはテンハグの解任が決まる会議だと思っていたと思います。ただあの会議が終わって以降も続投し監督を続けておりましたので、あの会議ではテンハグについてみんなあんまり話してなかったんじゃないかという結論で終わってたと思います。まあ一応これまでの流れだとそんな感じになってましたが、結論から言うと、あの会議ではしっかりテンハグの進退について話し合われており、テクニカルディレクターのウィルコックさん、そしてスポーツディレクターのダン・アシュワーズさんがテンハグの解任と新監督の必要性について詳細なプレゼンを行っていたということみたいでございます。まあ彼ら二人はね、全力でテンハグのことをサポートするぜみたいなことを言ってましたが、当時の順位を振り返っていくとリーグでは14位という風になっており、ヨーロッパリーグではね36チーム中21位という悲惨な順位になってましたから、テクニカルディレクターとスポーツディレクターがね、解任だっていうプレゼンをしたとしてもぶっちゃけ違和感はないですし、我々ファンがね思っていた通りのことが起きていたということだったみたいです。まあこの報道を聞いて安心したっていうか、テンハグ続投派もね一定数当時もいたから、別にその人たちをバカにするわけじゃないけど、まあ冷静に考えて解任だよねみたいな、そういう状況だったじゃん。で実際俺もね、その当時はトゥヘルがまだイングランド代表の監督になってなかったから、まあトゥヘルが就任するだろうみたいな感じでトゥヘルについての情報をしこしこ集めてたし、テンハグが解任された後次の日にね、あの後任監督候補の動画とか出そうみたいな、なんかそういうスケジュールで動画とかの台本とかスケジュール組んでたから、なんか本当に気持ちは俺とダン・アシュワーズとウィルコックスさん繋がってて、個人的にはちょっと嬉しかったかなって感じです。で次はね、アシュワーズさんとかウィルコックスさんみたいに名前が上がるというわけではなく、匿名の幹部たちがね、どのようにテンハグについて思ってたのかっていうのが書かれていたので見ていこうかなと思います。すると一部のフロント陣営はプレミアリーグで9試合を終えた後わずか8得点しか上げれてなかったことに非常に不満を抱いている方がいたらしく、今回の記事で初めて知ったんですけど、第9節まで終わって得点数が8点だったのは7374シーズンぶりの出来事だったらしく、そのシーズンはどうやら降格していたということみたいですから、今シーズンの得点数の少なさに非常に危機感を持っていた幹部がいたということみたいでございます。まあ実際降格圏のクラブとほとんど一緒だったし、勝てたのもね実際昇格組みたいな、なんかそういう状況でしたから、俺なんかよりもね長くユナイテッドについて知ってるであろう上層部がこの状況に危機感を抱いたのはめちゃめちゃ妥当だと思うし、冷静に9試合8ゴールってやばいスタッツじゃん。だからなんかいい攻撃はできてたぜ、ビッグチャンスを作れてたぜっていう情報も確かにあったっちゃあったけど、それどころじゃないよねって思ってる上層部がいたってことは個人的には嬉しかったっていうか、やっぱそう思う人もユナイテッドの上層部にいるよねと思いました。またスルッとにボコられたリバプール戦は非常に印象が悪かったらしく、他にも選手たちが前半の45分のみチームでプレーし、それ以降は個人プレーに走りがちという傾向もあまりよく思っていなかったということみたいでございます。まあ負け方に関してはかなり再建性があり、昨シーズンに関してはね、それにプラスしてアディショナルタイムや試合終盤に追いつかれる、負けるみたいな、なんかそういうのもルーティン化されていましたから、上層部の方々が天白に対して疑問を持っていたっていうのは全然変な話じゃないです。またリバプール戦とか思い出したらね、もうスロット先生にお前の弱点はこれだぜ、こういうのにお前ら
れを祝いんだよみたいな、なんかそういうのを徹底してやられて、もう3対0だったけど、ぶっちゃけ 3-0 じゃ済まないぐらいの試合展開だったじゃん。だからマジでフロント陣営がリバプール戦についてかなり思うことがあったみたいなことが書いてあって、めちゃめちゃ俺も納得したし、あ、やっぱりそうだよね、普通そう思うよねって、フロントの方々とね、意思疎通が Bluetooth ですけどすることができて、個人的には嬉しかったって感じです。おいえお、また補強面に関してもかなりフロント陣営は不満を持っていたらしく、この夏の移籍市場から監督が中心というわけではなくて、フロントの上層部が中心に移籍市場では動くことになりましたが、デリクトとマズラビーの獲得に関しては少なからずともテンハグの影響があったらしく、フロントはテンハグのやり方を熟知している元教え子を獲得することができれば、戦術がうまくいっていないテンハグを助けれるんじゃないかと、そういう意図があって彼ら二人を獲得したという背景があったみたいです。まあそのデリクトとマズラビの獲得によってユナイテッドにはね、テンハグの教え子がなんと5人も来たという感じですから、まあ正直状況だけを考えるとね、元教え子、まあアントニーはスタメンになること少なかったけど、まあそれでもさ、11分の4が元教え子なわけじゃん。そういう状況になればさ、テンハグの戦術って割と機能するようになるのが普通だとは思うんだけど、その元教え子がね、4人もスタメンになったのにもかかわらず、あまり戦術がうまくいってなくて、かつテンハグが時間を必要だと主張していたことから、フロント陣営はテンハグに対して徐々に信頼を失っていったという感じみたいでございます。ほんとさっきも言ったけど、冷静に考えてね、合計で5人もね、教え子が揃うクラブってなかなかないし、そこまでしてもらって、いや時間が必要っすねみたいなこと言われたらさ、それはムカつくし、てかテンハグじゃなくてよくねみたいな、なんかそういう流れになってしまうのは仕方ないと思うんで、まあこれに関してはまあフロントが思うことは妥当だし、その発想はなかったなと逆に思ってしまいました。これまで振り返り動画で結構言うことに関して困ってたけど、教え子が5人も来ててなんで戦術うまくやってないんだよって切れることができたなって反省しました。またフロント陣営はウカルテを獲得したのにもかかわらず、ウカルテを使うっていうよりもカズミュレ・エリクセンを優先して使っていたことに関してもあまりよく思ってなかったという感じみたいです。まあこの辺に関してはどうなんだろうね。まあ俺も使われて使われないなと思ってたけど、まあテンハグの要望聞かずに獲得したってことなのかね。まあでもフロントが不満に思うぐらいだから、お前が欲しいって言うから獲得したのになんで使わねえんだよみたいな、そういう感じだったのかなとも思いました。またドレッシングルームの話もね出てたんで、それについて話していきますと、一応ドレッシングルームはね、独特しい雰囲気では全くなく、テンハグはね、我々が想像している以上にいい人だったという感じみたいだから、悪い雰囲気ではなかったみたいなんだけど、一部の選手たちはテンハグの戦術に限界が来ていると考えていたらしく、今年から加入したファニステルローイの存在感が徐々に強くなっていってたという感じみたいでございます。まあそりゃそうだよなって感じだわ。ぶっちゃけうまくいってない戦術を延々とやり続けてたらさ、テンハグがねいい人なのかもしんないけど、もうこれ限界ってか無理じゃねって思うのは仕方ないと思うし、そういうのってさ、もう正直ピッチ上でも出てたじゃん。だってテンハグの一番最初のプレシーズンとか振り返るとさ、もうみんながテンハグのことを信頼してバキバキに走ってたじゃん、リバプール戦のプレシーズンとか。で最後の試合とか振り返るとみんな走ってない、走ってないよ。プレシーズンのあの試合を全盛期と捉えると、なんて言うんだろう、やる気がねめちゃめちゃあって、もうなんかうまくいかないよね戦術がっていうよりかは、選手たちにもね責任があるような負け方をしてたから、まあこのような空気感だったのはよくわかるし、選手時代をまとめた身とすればね、テンハグマジでいい人っていうのはわかるんで、マガマガしい雰囲気じゃなかったのはマジでわかる。テンハグに対して多分選手たちって、いやいいやつなんだけど言ってることやべえんだよなみたいな、そういう感じの雰囲気だったのかなと思いました。でそういう感じの雰囲気でさ、ユナイテッドで伝説を残したファンリステルロイがコーチにいるとなると、そういう空気感が出てたんじゃないかなと思いました。まあとりあえずこんな感じでね、フロントの上層部はこのようなチームの状況を知っていたため、テンハグに対して思うことは多かったらしく、まあこのような状況下でね、テクニカルディレクターとスポーツディレクターが新しく監督変えましょうって言ったのであれば、解任一択ってなるのは当然だと思いますし、報道ではどちらかというとテンハグを解任というよりかは残留の方向で話進んでるみたいな、なんかそういう記事が多かったですけど、実際は解任でほぼほぼ決まりて、新しい監督を誰にするかみたいな、そういう状況だったっていうのはよくわかると思います。なんかこれまでだとさ、多分ロンドンのあの会議でテンハグ解任っていうのが決まったって話は多分漏れに漏れまくって、ハマーズ戦の前にもしかしたらテンハグの解任って決まってたかもしれないけど、この情報がね漏れなかったっていうところを考えたら、今のフロント陣営が相当情報を遮断してねうまくやってるっていうのはよくわかったと思いますし、さすが
すがとしか言いようがないっすね。おいえおで、テクニカルディレクターとスポーツディレクターからの提案を受けたラトクリフさんは、この提案を非常に深刻に受け止めたらしく、必要ならば財政規制の限界に挑戦してでも、チームを立て直すべきだと強い意志を示していたらしく、裏方陣営は、天白を解任して、新監督を招聘するという具体的なプランを練っていくことになったという感じみたいです。ただ、天白を解任することで決まったものの、もう少し天白に時間を与えることにし、天白に与えた時間で、次の監督のリストアップをはじめ、監督を誰にするか決めようという感じになってたみたいです。まあ、この流れをね、ちゃんと振り返ると、10月8日の会議でね、天白の解任が決まってたのであれば、その天白解任からのアモリム就任決定までのスピードがめっちゃ早かったじゃん。で、なんであんなに早かったのかっていうのを考えたら、天白が解任されるまでの間に、多分今のフロント陣営はバッキバキにアモリムと交渉してて、アモリムとね、なんとなくうまくいきそうだなっていうのが分かって、試合でも結局ダメで、はい、解任という流れだったんでしょう。俺はね、代表ウィークの間に天白の首が切られなかったから、ちょっとイネオスに対してね、若干ね、不信感というか、あれ、イネオス優秀だよね、お前ら、なんで天白新人だよ、みたいな。なんか結構ちょっとイネオスに対して、若干不信感を持ってたから、なんかこの裏話を聞いて本当に安心したっていうか、そうだよね、イネオス。俺と心は繋がってるというか、普通そう思うよね、みたいな、なんかちょっと安心感があって、ちょっと嬉しかったっす。また、この記事に書かれていたんですが、ラットクリフさんはね、公の場で、テクニカルディレクターとスポーツディレクターに大きな決断は任せるぜ、みたいな、なんかそういうこと言ってましたけど、実際はね、相当権力をラットクリフさん持っているらしく、ラットクリフさんが強い意志を示したことによって、アモリムの招聘は決まったみたいですし、天白の残留が決まったのは、ラットクリフさんとチャリオジが2人で公認監督たちと面接をし、交渉が決裂したことにより、天白は残留することになったという流れみたいですから、まあこのラットクリフさんの権力が意外と強いみたいな話をしても、だからどうしたって話になるんだけど、まあここからね、また大きな決断をしなきゃならない状況が来たのであれば、ラットクリフさんの声がかなり重要になってくるということみたいですので、この辺はユナイテッドサポーターなら理解してていい情報なんじゃないかなと思います。で、とりあえずこの流れで、ヨーロッパリーグだったり、まあハマーズ戦になり、ハマーズ戦はね、まあ誤審というか、まあ理不尽な形で PK になって、まあ最終的にユナイテッドは負けることになってしまいましたけど、試合内容はね、天白解任から続投に切り替わるぐらいめちゃめちゃ良かったか、 PK がなければユナイテッドは圧倒的な勝利を収めることができてたかっていうと、まあそういう感じではなかったですから、天白はね、一応その試合が終わった後、カラバオカップのレスター戦に備えて準備をしてたみたいなんですけど、試合の翌日にレナドさんとアシュワーズさんから解任を告げられることになって、その日の午後に天さんはオランダに帰国。飛行機に乗る前にスタッフと抱き合った様子が、まあ SNS 上でアップされてて、なんか若干、スルシャルの時もあったじゃん。ファンと抱き合うスルシャルみたいな。なんか解任派の俺でもなんかちょっと寂しくなる、ちょっとエモーショナルな気持ちになるような、まあそういう写真が、まあ、ネットで拡散され、母国に帰り、現在、天さんは即座に監督に復帰するっていうよりかは、どっちかっていうと、一旦監督業は休むよという感じみたいでございます。まあ、天白に対してね、この動画でもいろいろ言いましたが、カラバオカップだったり、FA カップだったり、まあ、俺がね、これまで見ることができなかったタイトルをもたらせてくれてたんで、マジで感謝してるって感じです。で、一応この裏話には、天白と移籍市場についての新しい情報、まあ、これまで出てこなかった情報についても書かれてたんで、一応それについても触れておきますと、天白はケインが獲得できなかった夏、ケインの代わりに、ブライトンのウェルベック兄さんを求めていたらしく、当時の契約状況的に、今年の夏の移籍市場で、ウェルベック兄さんはフリーで獲得できる状況だったことから、今年の1月あたりかな、ウェルベック兄さんの獲得をユナイテッドは検討していたみたいなんですけど、ウェルベック兄さんを獲得しようかどうか検討し始める時期に、ウェルベック兄さんはブライトンと契約延長を行い、ウェルベック兄さんの獲得を検討し始めた時期から天白の去就が定かではなくなったことから、ウェルベック兄さんのユナイテッド復帰はなくなったという感じだったみたいです。まあでも実際ケインが取れなかったあの夏にホイルンドと一緒にウェルベック兄さんが来てたんだったら、まあまあユナイテッドの攻撃はうまくいってたような気がするし、今年の夏にね、まあウェルベック兄さんがもし最初からいたのであれば、ストライカー3人体制ということだったんで、まあ2トップ、まあでもどのみ天白だったらうまくやれてたかっていうと、ちょっとその辺は分かんないし、ウェルベック兄さんが来てたらね、チームの攻撃がうまくいってたか、いやもちろんうまくいってたとは思うけど、根本的なすごい解決策だったかって言われるとさ、ウェルベック兄さんのことはリスペクトしてるけど、そういうわけじゃないんで、なんて言うんだろう、ウェルベック兄さんを獲得しなかったクラブの判断っていうのは別に間違ってないとも思うし、天白がねウェルベック兄さんを欲しがってたこともなんとなく分かるから、ウェルベック兄さんがねユナイテッドに戻りたかったかどうかっていうのは分かんないけど、俺個人としてはウェルベック兄さん戻ってても
面白かったのかなと思います、まあ、個人的にね、なんか酸いも甘いも知ってるウェルベック兄さんが年取ってユナイテッドに帰ってくるとかになるとさ、なんか今のユナイテッドの選手たちって若い選手多いし、なんて言うんだろう、まあ、ベグニーとはまた違った感じでね、ユナイテッドにいい影響を与えそうな感じがするから、ウェルベック兄さんが来なかったって話は個人的にはちょっともったいなかったっていうか、いや来てくれててもよかったんだよっていう感じに思ってしまいました。またテンハグ政権1年目の夏の移籍市場にユナイテッドはフレンキーを獲得するためにクラブのレジェンドに協力してもらってフレンキーに対してビデオを作って送ってたみたいだけど、まあフレンキーはそれを見ることもなかったっていう、なんかそういう小話も出ておりました。まあ詳しくはね、この記事にいろいろ書いてありましたので、気になる方はぜひ見てみてくれよなって感じです。でね、今はもうユナイテッドにアモリムは来てますけど、なんで新監督にアモリムが就任することになったのか、これについてはね、あんまり明らかになっておらず、結構疑問に思ってる人が多いと思いますので、まあそれについてここから見ていきましょう。まず皆さんが気になっていると思うのは、夏の時点ではね、アモリムアモリムっていう感じではなく、トゥフェルやデゼルビがまあ公認監督候補としては熱かったと考えられていて、実際にトゥフェルとデゼルビ、あとハンバーガー先生じゃない、バーベキューニキ、ちょっとバーベキューニキ名前忘れちゃったな、年に4回バーベキューやったプレミアリーグのパリサンジェルマンのポチッティーノ、この3人がね、最終面接まで行った監督ってことにはなってるんだけど、なぜそこにアモリムが含まれてなかったのか、それについて見ていきますと、それはアモリムの戦術が3バックだったことが原因だったらしく、現在のユナイテッドも一応そうなんですが、我々ユナイテッドは4バックを念頭に置いたクラブということになってましたんで、フロント陣営の中ではユナイテッドとアモリムが相性がいいのかどうか議論になっていたらしく、またアモリムの戦術がプレミアリーグでも機能するのかどうかっていうのが議論になっていたらしく、この議論というのはアモリムをユナイテッドよりも前に招聘しようと考えていたリバプールでも議論になっていたことらしく、リバプールではこれら議論が交わされた結果スロットが来たということになってるみたいですから、夏の時点だとアモリムの評価がめちゃくちゃ高いかっていうとそうではないという感じだったんでしょう。ちなみにユナイテッドがアモリムを招聘しようかどうか考えていた時期というのは FA カップ決勝前後という感じだったらしく、一応その時期にユナイテッドとアモリムは会話をしていたという感じみたいです。まあ、あの時期だったらね、ヨロ君もデリフトもまだユナイテッドは獲得できてないし、まあ、スポーツディレクターのアシュワーズさん、テクニカルディレクターのウィルコックスさんはいたけど、CEO のね、ベラダさんとかがいなかったから、チャリオジョ・ラトクリフさんがね、公認監督を探していたわけですし、現在と今では判断が全く違うっていうのは、なんとなく仕方ないんじゃないかなと思います。そして10月8日に行われたロンドンでの会議の方を見ていきますと、その会議でテンハグの解任が決まると、ユナイテッドのフロント陣営は候補者たちをリストアップし始め、アモリム以外の監督でしたら、元ユベントスのアレグリディ、元ドルトムントのテルジッチ、元バルサのチャビっていう、なんとも言えないメンバーがアモリム以外の候補って感じだったみたいなんですけど、まあぶっちゃけアモリム以外は名前が上がった程度という感じだったらしく、特に議論も交渉も行われていなかったみたいなんで、公認監督誰にするっていう状況になった時にはアモリムで行こうみたいな、多分そういう流れになってたと考えていいんじゃないかなと思います。そのような状況だったことから、ユナイテッドの上層部はアモリムのスタイルと今のユナイテッドの選手たちをチェックしていき、アモリムの3バックがチームにフィットするかという話し合った結果、問題ないという感じになったらしく、ユナイテッドとフェネルバフチが戦った週にユナイテッドはラトクリフとチャリオジを交え、アモリムがすぐにでもユナイテッドに来る意思があるのかどうかというのを確かめたらしく、アモリム側はチャンピオンズリーグの途中だとしてもユナイテッドに行くという感じだったみたいなので、ハマーズ戦の敗戦後テンハグの解任を発表し、その解任を発表した次の日にジェラドさんはリスボンに飛んでスポルティングとアモリムと交渉をしたらしく、最終的に放出条項の1000万ユーロに100万ユーロを上乗せする感じでクラブ同士で合意し、10月11日からアモリムさんはユナイテッドの監督になったという感じみたいでございます。この話の流れを見るとイニオス優秀っていうか、やっぱ普通そうするよねってことを徹底的にやってくれててマジでちょっと嬉しいっていうか、本当に俺はね、テンハグの件でちょっとイニオスに対してあんまり動画では言わなかったけど、不信感というか、いやちょっと大丈夫なのかなって思ってたんよ。若干どっちかっていうと俺結構イニオスのことを信じすぎてて、今の現状がおかしいんじゃなくて俺がテンハグを切ろうって言ってるのがおかしいんじゃないかなみたいな、俺の頭の中そういう感じになってたから、まあ個人的にね、こういう流れでアモリムさんが来たって流れを知って安心できたし、これからもね、クエノス席市場ではね、誰獲得するとかは多分ないじゃん。テンハグの解任でまあまあ金使ったし、アモリム先輩でもね、1100万ユーロかかってるわけだから、クエノス席市場での動きは特にないだろうけど、来年の夏の移籍市場が楽しみになるぐらい、
イニオスの動きというのは完璧だと思いましたから、ちょっと気持ちは早い感じがしますけど、来年の夏移籍市場も楽しみだなと思いました。ちなみに CEO のベラダさんがアモリムの熱心なファンだったらしく、彼がアモリムのファンになっていたのは115で働いていたことが原因だと考えられていて、アモリムはねペップの後継者にシャビア・ロンソと共にリストアップされておりましたから、ベラダさんは多分115で働いている時にアモリムってやつがいるっていうのを知ってたから、公認監督誰にするってなった時にスムーズにアモリムに行ったのかなとも思います。まあアモリムしかなかったような状況だったし、こじつけのような感じがするけどね。またアモリムさんはロマノの報道曰くかなりのユナイテッドサポーターという感じみたいで、他のクラブからもねどうやら3倍近いね収入でオファーがあったみたいなんですけど、まあ我らがユナイテッドに来たということみたいですから、これはマジで嬉しいし、やっぱ好きなチームでね監督がやるこれ以上の幸せはないと思いますから、アモリム先輩ぜひユナイテッドでぶちかましてくれたらいいんじゃないかなと思います。またアモリムとベラダさんの交渉についても少し話が出ており、アモリムはね加入時期をシーズン終了後という風に言ってたみたいですが、ベラダさんはそれについてノーとはっきり言ったみたいなので、ベラダさんの強気な姿勢にもびっくりしたし、その正直アモリムさんもねそれをノーと言われたのであれば全然断っても大丈夫なんだけど、そのような状況でもじゃあ分かったその条件を飲むぜって来てくれるわけだから、マジでちょっとアモリムさんガチなサポセスみたいなのが俺の中で結構熱くなってて、個人的には結構嬉しいっていうか、いやもうなんか本当ねクラブ愛がある人がなった方がいいじゃないですか。まあ別にテンハグもユナイテッド愛あっただろうから、別にテンハグはユナイテッド愛がなかったみたいなそういうことが言えたわけじゃないんだけど、まあそういう心意気でねユナイテッドに来たのであれば、ファンのみんなも多分もうすでにアモリムが好きな人多いと思いますから、愛があるのであれば素晴らしい戦術でユナイテッドを導いてタイトルを取ってくれたらいいんじゃないかなと思います。ただアモリム先輩はね監督っていうよりもヘッドコーチという感じで、まあスロット先生とかマレスカ先生とか立場的にはねそういう感じということみたいですから、テンハグの時よりもまあフロントがねいろいろと決めた上でやっていくみたいな多分そういう感じになるでしょうから、そういう感じの弱い立場なのにもかかわらずアモリムさんはユナイテッドに来てくれたってことだから、アモリムさんのユナイテッド愛が勝利という形で爆発するのを俺たちは期待するしかないのかなって感じです。で皆さんが気になってるのはねファンニステルロイの去就だと思うんですけど、ファンニステルロイの去就については正直不明という感じになってます。まあ一応ファンニステルロイ自身はアモリムが就任したとしてもアシスタントコーチとしてユナイテッドに残留したいっていう感じみたいですが、アモリムさんはね信頼できるスタッフたちをかなり多く連れてくる予定があり、エマヌエル・フェロさん、アデリオ・カンディド、カルロス・フェルナンデス、この3人を加入させたいと思っているらしく、他にもゴールキーパーコーチのジョルジュ・ピタールさんも連れてきていいかと交渉しているみたいなので、どうなるのか分かんないよねって感じみたいです。またファンニステルロー以外にもどうなるか分かんない方がおり、ウィル・コックスさんがスインズから連れてきたセットプレイコーチの方も去就は不透明で、まあおそらく彼がクラブから去ることはないでしょうけど、フレッチャーもどうなるか分かんないっていうことですから、ファンニステルロイもどうなるか分かんないよねっていう状況です。まあアシスタントコーチ4人って正直聞いたことないし、まあこの図を見てくれれば分かると思うんだけど、全員アモリムと一緒で前のクラブからやってた感じあるじゃん。そういう職場にファンニステルロイ1人がね入ることができるかっていうと結構空気感としては難しそうな感じがするから、まあ個人的には残ってほしい感じはあるけど、まあファンニステルロイはここでお別れになっても仕方ないのかなとも思う。ただユナイテッドってやっぱユナイテッドでしかないから、ユナイテッドのことについて選手自体から結構詳しくて、まあ今ドレッシングルームで人望が厚い、まあ、ファニステルロイがいたのであれば、まあ、アオリムさん的にもね非常に心強い感じにはなると思うし、残してやってもいいんじゃないかなと思う。ただドレッシングルームでねファニステルロイの影響力が終盤強まっていたっていうのを考えると、選手たちの中でさアオリムよりファニステルロイもいいじゃんみたいな、なんかそういう空気になったら多分アオリムさんもやりづらいっちゃやりづらいと思うんで、気持ちとしてはねファニステルロイに残ってほしいなって感じはあるんだけど、なんかそういうのを考えたらさアオリムやりづらかったらなんかかわいそうな感じもするので、まあちょっと個人的には残ってほしいけど、まあ、クビになってもおかしくはないのかなと思いました。まあ以上がテンハグ解任の流れとアモリム就任の流れという感じです。皆さんはどう思いましたか？俺は個人的にこの話を聞いて、あイニオスは結構まともっていうか、まあ俺と感覚が近いんだなっていうのが分かって嬉しかったし、ちょっと大丈夫かって心配してた時期があったことを俺は非常に後悔しました。まあとりあえずアモリムさんについてね詳しく深掘る動画はまた別で出す予定ですので、まあその辺の特集が楽しみな方はぜひぜひ待ってくるような感じです。以上で今回の動画は終わろうかなと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょうということで、ボイヨーチュ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